今日は原子力発電核分裂について学習いたしますまず原子力発電の基本構造についてごくごく簡単に紹介いたしますこれは以前に学習した気力発電の基本構造ですボイラーで水を加熱し水蒸気にしてタービンへ送ります水蒸気でタービンを回すことで発電機で発電します その後、複水器で水蒸気が液体の水になり、給水ポンプでボイラーに送られます。これの繰り返しで発電します。原子力発電の場合、ボイラーではなく、原子炉になります。原子炉によって水を加熱して水蒸気を送り、あとは気力発電と同じ原理で発電します。今日はこの原子炉の中で何が起きているのかを学習いたします。原子について、 原子の構造から簡単に解説いたします。正の電荷を持つ陽子があります。それと同じ個数の中性子があります。中性子は電荷を持ちません。これらを合わせて原子核と言います。原子核の周りには陽子と同じ数の電子があります。これで原子1個分となります。原子力発電ではウランという元素が必要です。ウランの元素記号は U です。原子番号は92です。原子番号とは陽子の数を表します。燃料に使われるウランは質量数が235です。質量数イコール陽子数プラス中性子数の関係にあります。同じウランでも質量数が238のウランもあります。原子力発電は ウランの核分裂のエネルギーを使って発電を行います。核分裂については後で詳しく説明いたします。ウラン235の方は核分裂します。ウラン238の方は核分裂しません。ウラン235の存在する割合は約0.7%です。ウラン238は99.9%です。ウラン235は割合が低すぎます。 よって遠心分離法などで含有率を高めます。3から5%の低濃縮ウランにします。高濃縮ではなくて低濃縮ですのでご注意ください。これを燃料に使います。このウラン235と238の違いについて、電験3種ではよく出題されますので必ず覚えましょう。核分裂について。 ここにウラン235の原子核があります。中性子があります。移動速度の遅い低速の中性子を熱中性子と言います。これを原子核に衝突させます。すると原子核が2個に分裂します。稀に3個や4個に分裂する場合もあります。この現象を核分裂と言います。核分裂と同時に 高速中性子が飛び出します。また、熱エネルギーが発生します。核分裂前の原子核の質量と、核分裂後の原子核と高速中性子の質量の和を比べると、核分裂後の方が質量が小さくなります。この小さくなった分の差を質量欠損と言います。質量欠損を Mkg とします。 発生した熱エネルギーは、質量欠損 M に比例したエネルギーとなります。熱エネルギー E は、E イコール MC2 乗の公式で計算できます。C は光の速度で、C イコール 3×10 の8乗メートル毎秒です。この高速の数値は、電検算子の問題文には書かれていませんので、暗記してください。この公式を使った計算問題がよく出題されます。 重要事項ですので覚えましょう。これは先ほどの続きです。核分裂によって高速中性子が飛び出しました。ウラン235があったとします。これに中性子を衝突させて核分裂を起こすわけですが、高速中性子を衝突させても核分裂しにくいです。よって減速剤を使って減速させます。減速剤には、 軽水、重水、黒塩などを使います。ちなみに、軽水とは、ただの水のことを言います。重水とは、名前の通り、比重が重い水です。重水の存在の割合は約 0. 0、約0.015%です。高速中性子は、減速剤によって、移動速度が減速し、熱中性子となります。熱中性子が、ウラン235に衝突して、また同じように、 核分裂が起こりますこのような反応の繰り返しを連鎖反応と言いますところでウラン238があったとしますウラン238が熱中性子を吸収するとプルトニウム239になりますプルトニウム239もウラン235と同様に核分裂しますウラン238のように中性子を吸収すると 核分裂する物質に変わるようなものを親物質と言います。プルトニウム239は高速増殖炉の燃料として使われます。ちなみに高速増殖炉とは高速中性子を使った原子炉のことを言います。ここで覚えるべき重要事項はウラン235が核分裂すること、ウラン238は プルトニウム239に変化すること。プルトニウム239も核分裂することです。重要事項なので覚えましょう。過去問を解いてみます。電源三種電力平成23年度、問4を解いてみます。ウラン235を3%含む原子燃料が 1kg ある。この原子燃料に含まれるウラン235が全て核分裂したとき、ウラン235の核分裂により発生するエネルギー、ジュールの値として最も近いものを選べと。 ただし、ウラン235が核分裂したときには 0.、0.09%の質量欠損が生じるものとする。これはもう単純で、核分裂のエネルギーの公式これを使えばいいだけです。M2 に入れるのは、質量欠損です。まず、元々原子燃料が 1kg あると。核分裂するのはウラン235ですので、この 1kg のうちウラン235は3%ある。なので、分の3%をかけます。 このうちの0.09%が質量欠損になります。これパーセントですので100分の0.09をかけます。間違って0.09だけをかけないように注意してください。C は光の速度。3×10 の8乗です。この 3×10 の8乗という数値は問題文に書かれていませんので暗記しないといけない数値です。あとはそのまま計算すればいいだけ。 答えは 2.43×10 の12乗。よって答えは括弧一番 2.43×10 の12乗が正解となります。それでは今日の学習は以上となります。もしお役に立てましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。